はい、コナンです。イース1、2、こちらをね今日は遊んでいきたいなと思います。これなんですけども、先日発表がありました PC エンジンミニのですね、収録タイトル50本の中の1本に入っていました。これはですね、 CD ロムロム、あの CD ロムのですねソフトになります。なのでこのグラフィックだとかね、特にね音楽がすごくいいんですよ。ちょっとねそこに注目して見ていただけるといいかなと思います。非常に懐かしいよね。僕はですね、あの PC エンジン版のイースはね、今回プレイするのがなんと初めてになります。というのもですね、イース自体はあの発売された当時にねもうプレイしてクリアしています。これイースなんですけども、まあ、1、2はね、オリジナルはですね、オリジナルはというか一番最初に発売されたのはパソコンでのねリリースになりました。 PC8801NEC のね懐かしい、あと98版もあったかと思います。だから当時これあの PC エンジン版に関しては、まあ、ハドソンがね開発に携わっていますけども、オリジナルのこのイースに関しては日本ファルコムのねあの人気ゲームになります。で、日本ファルコムって言ったら、あのこの前にね、あのザナドゥとかね、ドラゴンスレイヤーシリーズ、そして太陽の神殿アステカだとかね、ロマンシア、そんな作品がありました。もちろんねその作品も大ヒットだったわけなんですけども、そしてこのイースがね発売になったわけですよ。このイースはですね、今までのねロールプレイングゲームザナドゥだとかねロマンシアとはねちょっと違うね切り口で斬新なんだよね。何が斬新かっていうと、今までのロールプレイングゲームザナドゥとかロマンシアは非常に難しい、難易度が高い。でその、まあ、今からどうなんだろう、ザナドゥとかって30年ぐらい前になるのかな。だからその当時のロールプレイングゲームっていうのはいかに難しいか、このクリアするのが難しい、難易度が高いっていうのが人気があって、それがね一つの売りになってたんですよ。でこのイース、そこからガラッと変わって非常にね簡単っていうとなんか怒られちゃいそうなんだけど、そのザナドゥとかに比べると非常に初心者、ロールプレイングゲーム初心者でも、まあ、クリアしやすい、そんなゲームになっていました。だからこのイース買ってプレイして、多分ね早い人だと1日2日とかそれぐらいでクリアできちゃう。だからびっくりだよね。だからこの日本ファルコム、今まで難しいゲーム作ってたのがいきなりこの簡単なゲーム出してきた。狙いはですね、だから今までのそのロールプレイングゲームは難しすぎて結構マニアックだったんだよね。だからまあもともとねパソコン向けのゲームだったんで、まあマニアックで良かったって言えば良かったんですよ。もともとそのパソコンでさ、その当時はさ、今みたいにパソコンが一般家庭に普及してないからね、そんな一人一台とか全然持ってなくて、どうなんだろうね、クラスで一人持ってればいいかなぐらい、それも持ってないぐらい、もう値段も高かったし Windows とかもなかったからね。なのでこのパソコンでそのこういうゲームをプレイする人っていうのはかなりマニアックなコアなゲーマーだったんで、そのかなりね難易度が高いゲームが主流だった。そこに来ていきなりこのカジュアルゲームっていうかね、そういう感じで来たんでびっくりですよ。まあどっちかっていうと僕もそんなにこの謎解きゲーム得意な方じゃなかったんで、非常にね楽しめて良かった作品です。っていうのもね、狙いとしてそのファルコムの狙いとしては、その今までは結構マニアックだったんだけど、これからはもっと一般的にみんなに楽しんでもらいたいっていうのも、まあ、この後ね、あのスーパーファミコンだとか実際この PC エンジン版リリースするわけなんですけども、この、まあ、コンシューマー機っていうのかな、家庭用ゲーム機で売るには今までのロールプレイングゲームは難しすぎる、もっとねとっつきやすいゲームにする必要があるっていうことで、このイースが出たわけですよ。まあ、いわば結構実験的な作品だった。でもねそれが実際大ヒットにつながって、あのファミコンだとかね PC エンジンでもね大ヒットですよ。で結構ねこの日本ファルコムってね、あのパソコンのゲームとかのプログラミングのね能力も非常に高かったんだよね。
まあ、今見るとこの画面ちょっとしょぼいなっていう感じするんだけど、これが出た当時は非常に斬新だよね。スクロールも滑らかだし、この画面のねちらつきもあまりないっていうね。で何よりね音楽がすごくいいよね。まあ今回プレイしているのは PC エンジン版なんで CD-ROM ROM ということで、まあ、CD-ROM の一つの売りであるんだよね、この音楽が素晴らしい。まあ CD なんでそのサンプリングしてね流してるんで、まあ、当たり前なんだけど、でオリジナルのねパソコン版も結構ね音楽が凝ってた。まあもちろん音楽同じ音楽だけどね。でまあ音源とかね音楽の雰囲気もね同じような感じで、なんだろうね、この当時言われてたのがこの音色なんだけど、まあ、丸まった包丁のような音っていう、まあ、よくわかんない表現なんだけど、まあ、要するにさなんか丸っこいさ音、まあ、元はなんかピアノの音色をちょっとアレンジしたような感じで作った音色なんだけど、このゲームを通して一貫してねこの音色、まあ、こういう雰囲気のね音楽になってる。で当時のねそのオリジナルはそのパソコン PC88 版で最初出たんだけど、 PC88 版のさその音楽再生能力っていうのは、まあ、今のパソコンとかと比べると非常に乏しいんだよね。あの同時に60和音までしか出せなかった。まあ60和音って言ってもあの FM 音源が30和音とその PSG っていう、まあ、ビープ音みたいな感じかな、まあ、ノイズとかね出す、それが30ワンの合計 6ワン音しかさ出せなかったんだよね。でその中でこの音楽だとかあとゲームの効果音だとか全てやっていくんで、結構限られた音色っていうか音楽のその資源でもってこのゲームミュージックをね作る必要があったんだけど、それがね結構見事にできてるよね。とてもそのしょぼい音楽とは思えない、今でも通用するぐらい。だから日本ファルコムはそういうのがうまかったんだよね。この音楽で演出したり、あとグラフィックもさ、まあ当時としてはすごく綺麗だし、あとこの文字もさ漢字が使われてるよね。これが結構すごいなっていうね。だからあれなんだよ、当時そんななかなかこの画面の解像度だとかその容量的になかなか感じでっていうのはねあんまりなかったんだよね。さあ久しぶりにやってますけども、ストーリーねちょっと進めていきたいなと思います。これ実際ねゲームクリアまでやっちゃうと多分 そんな1回の動画じゃとても無理ですよ。もちろん無理ですよ、何本かに分けてやんないといけないんで、ちょっと今日はね触りの部分だけになっちゃいますけども、もしね要望があれば需要あるのか分かんないけど、まあ、クリアまでね続編もねやりたいなと思います。まあでもあんまりやっちゃうとねネタバレになっちゃうからね。しかもこれさ PC エンジン版 ES1-2 なんで1と 2倍なんだよね、結構ボリュームが。だから相当やり込み要素がある。だから今回さこの PC エンジンミニ、まあ、50本ソフト入ってるんだけど、まあ、そのうちのアクションゲームとかもあってロールプレイングゲームとかもさアドベンチャーゲームも入ってて、これ真面目にさ全部クリアまでやったら相当かかるよこれかなり、だから相当楽しめるよね。今回のねこの PC エンジンミニのねいいなと思ったのは、今まで、まあ、ファミコンミニスーパーファミコンミニってあったんだけど、どっちかっていうとさコレクターズアイテム的な感じだよね。そのゲーム自体はもちろんファミコンなんかだと、まあ、しょぼいって言ったら怒られるんだけど、まあ、面白いゲームなんだけど、やっぱりグラフィックだとか、まあ、ゲームシステムが結構しょぼいというかしょぼ的な感じで、まあ、本当にゲームを楽しむっていうよりはそのファミコンがちっちゃくなったりして、まあ、所有する喜びみたいなねところがあったんだけど、今回のさこの PC エンジンミニに関してはもちろんねそのコレクターズアイテム的な所有する喜び、まあ当時を思い出すっていうのもあるんだけど、これはね純粋にゲームとして楽しんでもありなんじゃないかなと思います。普通に楽しいよね。このイースなんてさ結構よくできてるよね。ちょっとねやっぱり古さ感じるとことしては、
レベル上げとか結構やる必要があるんですよ。まあ同じところちょっと周回して敵を倒してとか、だからそういうところが、まあ、今のゲームはあんまりないので、結構、まあ、やり込みというかね、あるかなと。あとここボスなんですけど、非常に難しいんだよね。だからイース簡単といえども、今の基準で考えると難しいんだよね、結構ね。まあ、そこが面白さでもあるんだけど、これどうやって倒したっけこれ